あなたは絶対合格できる。どうも、いばしおりです。今回は11月から限界突破コースで入塾して、今年受験をやりきったすずちゃんに来てもらいました。よろしくお願いします。すずちゃんは今年ですね、私立大学の受験を今終えていて、立命館大学、あと龍谷大学など合格をつかんできているのと、あと共通テストでも一番苦手な理科がその37点から8割取れるようになったり、科学ですね、科学で37点だったところを8割取れるようになったり、物理でももともと50点だったところが8割までこう成績が急上昇ですねしたっていうところから、その成績アップの秘訣をですね、ぜひ語ってもらいたいなと思っています。すずちゃん、よろしくお願いします。お願いします。2024年度新規通塾生募集中。来年度の塾生ももう入ってきてるよ。君も逆転合格に向けていち早くスタートしていこう。詳しくは概要欄から。すずちゃんはもともとどういうふうに塾をしてくれたんだったっけ？塾 の、うん、その関連書籍を図書館で見つけて、うんうん、でそこからここに行きたいって思って、うん、そこから入りました。そこから入ってくれたんだよね、うん、それが秋のことで、こうたまたまじゃあ見つけてくれたのが、じゃあその直近というか9月とか10月とかに見つけて、あ、いいやんってなって、もともと東京に住んでたけど、はい、引っ越しして葛葉に来てくれたんだよね。はい。そこから結構直前の入塾だったけど、なんか不安とかはなかったの？書籍を読んだ時とかに、うんうん、書かれてる言葉の内容というか、うんうん、そのすごくその信じられるなっていうのを思ってて、うんうんうん、だからなんかその不安とかっていうのもそんなに、なんかこっちに来てからなくなっていった感じがします。うん、もともと大丈夫かなと思ってたけど、うん、はい、こっち来て過ごしていくうちに、あ、大丈夫だよなって思えた。はい、あ、本当に。もともとこっちに来るまで勉強で困ってたことだったり、行き詰まってたことだったり、例えばこのまま行ったらここがこ うまくいかないなみたいな思ってた、その不安だったところって何だったんかな？一回高3の時にすごい学校に行くのが嫌になって、うん、うん、まあ、一応行ってはいたんですけど、うん、終わったらすぐ帰るみたいな、うん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 、誰とも授業で発言求められる以外、うん、なんか誰とも話さないみたいな日もあったりして、うん、そうだよね、ご時世的にね、うん、もうマスクもしてっていう時期だったもんね。それでその勉強することも、うん、なんかだんだん嫌になっていったから、うんうん、だからその12月とかの高3の一番最後のテストで、今まではちゃんと取れてたんですよ、うんうんうん、でもその時は物理と数学、通算2科目で赤点取りました。おお、ちょっと精神的にちょっと耐えられなくなって、うん、勉強がというのつかなかったっていう感じだったんかな、うん、でそのまま浪人突入して、勉強自体はその秋まではどういう感じでやってたのかな、うん、一応その1回現役で受験を終えてから、まあ、心をリセットというか、うんうん、気持ちは切り替えて、まあ、とにかくその時間だけは保つようにはしてて、うん、連続的にやってはいたんですけど、うん、ただそのだんだんこれで本当にいいのかなっていうのが、その直前に近づくにつれて、うんうん、その不安が増えていって、9月になって1回熱がしたんですよ、はいはいはい、で9月に過去問解く予定だったのに、うん、それがもう解けなくなっちゃったから、うんうん、どうしようと思って、やばいってなったの、うん、で悩んでた時にその出会って、こんなが助けてくれそうみたいな感じで思ってくれたっていう感じだよね、はい、で入塾してちょっとねギリギリの直前の入塾だったけど、なんかこうこっちに来てからこうガラッとこう変わったことだったり、ここがこうすごい勉強の投資になったみたいなところってあったりする？とにかくその環境がすごいんですよ、うんうんうん、もともと受験の達人だって言われてた南極老人が夢見た理想の塾、うん、ホームページの一番最初にね載ってる、うん、本当にその自習机が一人一人にあったりとか、あとは空気清浄機とか、うんうん、環境音源とか、うんうんうん、塾の水とか、うん、あとトイレの、うん、すごい綺麗なんですよね、うんうん、細かいところがすごいこだわりを持っていて、うん、なんかその環境があったから本当にその勉強に集中できたっていうのがあります、うんうんうん、いつもこう自習席でじっとストイックにその勉強してるなっていう
姿がすごく多くて、自習席がすごい好きだったん？自習席好きですね。自習席好きだった。ミサ先輩の自習席はその一人一人専用の席をその作ってるんですけど、こうそれぞれ仕切りがあって、こう自分のスペースとしてしっかり教材も置きっぱなしにしたりするようにしてるんですけど、まあ、そこが一番好きだったと。どんな感じでこう使ってたの普段？なんかそのこう勉強するときはこう両隣にこう仕切りがあって、うん、であと前にもこう壁がある、うんうんうん、でまあここからこう教材出せるんですけど、うんうん、その勉強するってなったときはここに仕切りがあるからなんか入っていけるんです、うん、集中していける、うんうんうん、でなんかちょっと疲れたなって思ってやめたくなるときとかあるじゃないですか、うん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 、そういう時はもうちょっとこうやって、うん、こうやって後ろを見る、そう後ろを見て、うん、でそしたらその他のね塾生たちが同じようにこう頑張ってるんですよ、うんうんうん、でその姿を見て頑張ろうってすごい情感こもってるねそれでこう頑張ろうと思って気持ちを切り替える仲間の姿がいつもあったからできたということやね、はい。まあ、勉強って一人でできるじゃんっていうね、なんか理屈ももちろんあるけど、そういう周りのこう後押しというか、なんかこうこの場所に来たらなんか自然と勉強できるっていうような、そういう空間をもともと塾の創始者の先生である南極老人はずっとこう作ろうというふうにこう心がけて作ってくれてきていて、もともとその塾を作る時ってそのカフェにするか塾にするか最初迷ってたんだよね、うん、最終的にもうカフェみたいな塾にしようみたいな風になって、うん、でこういうかな感じでね、あのお茶が出てきたりとかあのする塾なんだけど、やっぱこう塾では、塾自体はその朝7時から23時まで空いてるから、ずっとその間勉強することになるし、こうずっとこう勉強だけっていうのもなかなかこう続かない。そうやってこう頑張る時間があるんやったら、ちょっとこうリラックスする時間も必要だから、そうやってこう塾っていろんな、そのすーちゃんやってくれてた通りいろんな工夫がしてあって、長く集中できるように、さて環境音源をずっとあの集中力を高める音源をずっと流せたりとか、たまにこうお茶が出てきたりとかするんだけど、お茶は何が一番好きだった？お茶は何でも好きでしたね。何でも好きだった紅茶でもコーヒーでも。そう、何でもコーヒーも、うん、こっち来てから飲めるようになった。あ、そうなんや。私もそうだよ、うんうん、ブラックコーヒー苦手な子多いけど、白福コーヒーのね豆だよね。豆で、うん、で塾にあのコーヒーミルがあるから、その豆の状態でそれをコーヒーをもらってきて、塾で引いてそのまますぐドリッパーで入れるっていうね、その場にたまたまいた塾生が飲めるみたいな、はい、そういうリラックスタイムもねあると勉強って長続きしやすいからっていうので、塾ではアットホームな雰囲気をね作るようにしてるんですけど、まあ、その中で、まあ、すずちゃんはその限界突破コースっていう厳しめの方のコースで来てくれていました。残り期間もすごく短かったし、講師が言うペースだったり、これをいつまでに終わらせてねっていうのを元にその勉強していってもらってたけど、その限界突破コースをやっててこういう風に頑張れたとかあったら教えてほしいなと思うんだけど、自分の持ってた教材、なんか今まではそのやってはいたんですけど、うんうん、さらって流す感じで、うん、すぐ次に行っちゃうみたいな、うんうんうん、最後まで全部完璧にしようっていうのがなかなかこう難しい状態、うん、あ、なるほどね。一人でこうやり込むってのって大変だからね、はい、うん、でもなんかそのこっちに来てからは、うん、本当にその自分が逃げてるところ、やってきてないところ、うん、バイブル本でもそうだし、その他のところでも、うん、必ずその抜け落ちてるところっていうのがあって、うんうんうん、そこに向き合っていくことで勉強自体もやっぱりこう上がってくし、うん、人間性というか、うんうん、精神的にも成長できるなっていうのを感じて、うんうんうん、一冊をやり込もうって、うん、出ました。で決めてやりきれたっていうことだよね。それでは今日すーちゃんがこの1年間で完璧にしてきた本を持ってきてくれてるので、どんな本を完璧にしてきたか紹介しちゃいます。まずは数学から、じゃんじゃん、フォーカスゴールド&すーさんのセロチャート、これが最初のその基本の教材として完璧にしてきた参考書です。何週したんかな、うん、わかんないですね。もうもはや覚えてない
けど、どの問題もスラスラ書いて解けるように反復してきたってことだよね。最終的に1台何分ぐらいで反復してた？こっちは1の方が早かったんです。なんか、うんうん、1分もかかんない、1分かかんない30秒セレクトレクチャーではもっと早いみたいな、うんうんうん、簡単な問題やったらもう見るだけでパッとね、うん、いっちゃったりする。簡単な問題やったら本当に5秒とか、うん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 、それぐらい。なんか苦手な問題とかなかなか完成しないなっていう問題とはどうやって向き合ったの？自分は結構手で覚えるタイプだったんで、うんうん、できないなって思ったらとりあえず書いてみる、うんうんうん、その時に理解できなくても、うん、全部理解できなくてもいいからまず書いてみて、でそれでなんとなくその掴めてきたなって思ったらまた読んでまた書いて、うんうん、また言ってみたいな、うんうんうん、まあ、それの繰り返しです、うんうん、でできない問題はどんどん詰めていたと。実際ねこれでね数学はもともと6割ぐらいだったけどそれが8割まで上がってるもんね、うん、もうこの子たちの影やと。ありがとう、ありがとう次は京手が去年から30点上がった物理のバイブル本はこれだ。名門、あ、両門や、両門や両門や関西へ移ってる両門の風、両門の風完璧にした。もうこれはね、うん、頑張りました。頑張りました。辛かった、うん、あ、本当にどう辛かったの？数学よりもこっちの方が、うん、大問1個に対しての小問の数が多いんですよ、うん、確かに。例えば5番間違えてたとか、うん、6番間違えてたとなった時に、うん、あれこれって最初のつながりどんなんだったかなみたいなのがあるから、うんうん、反復が大変だね。そういうことです、うんうん、それで結構苦戦したし、やっぱり入試問題は使ってるから、うん、こうそんなこう一筋縄では解けない、この公式使っとけばいいわみたいな感じでできなかったからちょっとこう大変やったと。それでもやりきった。そのやりきれた要因は何だったのかな？ご飯ですねすずちゃんらしくていいね。やっぱもう環境の力で後押しされたっていうことかな、うん、物理頑張れた。ご飯で物理上がった、うん、やっぱりその勉強法自体もしっかりすずちゃんはやってくれてました。このいつも問題ごとに腰分け20〇〇三角×で問題の出来具合を仕分けして、あとセルフレクチャー口でブツブツ出して反復して本当にちゃんと全部解けるようになるまでやりきってくれたので、その成果があると思います。で最後じゃーん、もうもはや何の教材かわかんない表紙がもう取れてる、これ鉄壁です、はい、100% 覚えた。鉄壁ももう思い出の教材だと、はい、うん、どんな思い出のストーリーがあるのかな？鉄壁に載ってる単語も覚えて、でも入試問題解いてる時ってどうしても知らない単語とかも出てくるじゃないですか、うん、出てくるね。それを作品のところに、うん、作品の上の欄とかに書いてって、本当だ、鉄壁の中でもそのまだ覚えてないなっていう単語とか、うん、そういうのはもう全部この上の欄に書いてって、あ、本当だ本当だ、情報を一元化というか、うんうん、その反復しなきゃいけないところを分かりやすくしてやってました。この各ページにこの上のこの空欄のところに覚えてない単語を書いていってるから、ここだけどんどんめくって見ていったら知らない単語が反復できるって状態にしてたと、はい、だからこれは空間の圧縮って言って、もともとそのこれだけの本、分厚い本があるけどこの中で実際見なあかんのはもうこの上の部分だけみたいな風になると10分の1ぐらいになるじゃないですか。そうすると空間の圧縮って言って反復しないといけない量が10分の1になるから、そういう風にこう反復するときはどんどん空間的に圧縮することで時間も圧縮して早い時間で短い時間で反復できるようになるよっていうことだよね、っていう風にやりきったということですね。であとはそのすずちゃん の, その最大の原動力についてですね、話をしてもらいたいなと思ってます。すずちゃんの一番のここに来てよかったと思えるところはズバリまかないです。まかないご飯ですねご飯ですお昼とやると社員食堂ゆにわっていうところでご飯をその提供しています。ご飯の時間で決まってるんだけど、すずちゃんってもう真っ先に行ってるってイメージだよ。そうですね、毎回本当にもう一番早い時間で、あのたまにご飯とか誘っ、すずちゃんご飯行ったみたいな感じで誘った時ももう行きましたみたいな感じで言われることの方が多くて
あんまり結果的にそんな一緒にいてないなみたいな感じやけど、うん、でもそのご飯が毎回楽しみで、もうご飯の時間が来たらもう速攻行くみたいな、うん、もう顔が嬉しそうやもんねご飯はどうやった、こうすごいやっぱ原動力になった、もう本当に心の支えになってる、心の支えになってる、うん、なんかどういう時に支えられたなみたいな、ある特にその自分が11月に来たから、うん、冬じゃないですか、うん、クズハって寒いんですよ、うん、寒いよね東京より寒かった、気温的にどうかっていうのは分かんないんですけど、うんうん、風がすごい冷たくて、そうだね、クズハ盆地だから寒いんだよね、そう、そういう時にそのあったかい料理とかを食べることによって自然と体もあったかくなるけど、うん、心もあったかくなるみたいな、うんうんうん、ご飯食べてからまた頑張ろうっていう風に思えたりとか、うんうん、ご飯に行く前もあと1時間だとか、うん、あと30分だみたいな、そういう楽しみがあるから、あ、分かる、ずっと続いていけた、続いていけた、うん、なんか一番の思い出のメニューとかあったりする、うん、おせちです、あ、おせち、あの1月1日にあの社員食堂ユニアはもう年がら年中受験生のために営業しているので、1月1日ももちろん空いてるんですけど、なんと1月1日は手作りのおせちが出るんですよね、はい、それがもう格別に美味しいっていうね、うん、私も毎年楽しみにしていて、あのおせちって手作りするのめっちゃ大変なんですけど、黒豆とかも、もう2週間ぐらいかけて全部の工程をその伝統的な本来のおせちの作り方実際に取り入れて作ってるので、本当に手間暇がものすごくかかってて、でそれをこう塾生たちにも食べてもらってるんですよね、でそのおせちを食べて元気になったって感じ、うん、なんかおせちって、うん、うちはずっと食べてなかったんですよね、うんうん、だから黒豆とかも別に美味しいと思ってなかったし、うんうんうん、そのおせちに入ってる料理ってずっと避けてきてたというか、特に美味しいとも思ってなかったし、うん、食べようとも思わなかった、うんうん、けどここのおせちは違うんですよ、うん、その美味しさがもうなんか限界突破みたいな美味しさが限界突破してた、名言やな、でも確かにそうやね、限界突破してたよね、うん、これはちょっとぜひ食べに来てほしい、どうしてもね感動はね一緒に共有したいなと思うので、あのおせちは確かに限界突破やね、はい、うん、で最終的にさてすずちゃんは環境の力を存分に活用して、で塾も本当に生活習慣がすごいきっちりしてて、うん、朝は何時に塾に来てたかな、もう8時には来てた、うん、直前期は8時ぐらいには来てました、8時には来て23時のその送迎まで、女の子はお家まで送迎してるので、うん、その送迎でお家に帰ってっていうのをずっと毎日コンスタントに続けてくれていたので、環境でエネルギーを補充して自分は勉強を頑張ってっていうのをコツコツと続けてやっててくれてたなと思います。成績は確かに自分であげるもの、自分で教材を進めるものだけど、自分のその原動力になるものっていうのは自分だけでは生み出せるものではないんだよね。環境の力を使ったりとか、こう周りとのその循環っていうのがものすごく大事で、すずちゃんはそうやってこっちに来てもらった時に環境の力を思う存分活用して合格をつかんでくれたなと思うので、ぜひですねミスターステップアップのそういった環境の力だったり、こうエネルギーを自分も体感したいなとか、こっちに来て勉強がはかどった自分を体験してみたいっていう方は、ぜひですねミスターステップアップまでお越しください。大阪の枚方にあります。はい、じゃあすずちゃんからも次に受験を迎える受験生に対して何かこう伝えたいこととかメッセージがあればぜひ言ってあげてください。はい、と受験ってそのたかが受験言うこともできるけど、その人生のその長い過程において受験をやりきるっていうことがそのこれからの人生のひな形になっていくと思うので、そこに対して逃げたり言い訳したりせずにその真摯に向き合っていって、その受験を通して自分は変わったんだって言われるような、そういう人生にしてほしいなって思います。はい、本当にね受験は人生のひな形だから、最高のね受験の1年間にしていきましょう。ということで、この動画を気に入ってくれたみんなはぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ということで、あなたは絶対合格できる、みんなで合格、いばしおりでした、すーちゃんでした、バイバイ。